アピタ金沢文庫店は、神奈川県横浜市金沢区鎌リ谷東にある、ユニー株式会社のショッピングセンターである。2016年9月の建て替えに伴い、リニューアルをオープンしている。金沢文庫駅西口に立地し、店舗周辺は日本で最も古い施設図書館の一つである、金沢文庫や商業寺、瀬戸神社などがあり、文教地区として古くから発展、近年では、 首都圏を含めたベッドタウンとして開発が進められてきた。およそ42年営業を続けてきた旧アピタ金沢文庫店を建て替えた店舗である。鉄骨構造一部鉄筋コンクリート構造で地上を4階建て、旧店舗には存在しなかった駐車場を建物自体に組み込み、螺旋状のスロープで上がる方式を採用した。 価値を身近に感じられる生活充実店をコンセプトにしており、アピタ発の中心に直営売り場を設け、周りに専門店を配置するライフスタイル提案売り場の導入など、地元密着のライフスタイル提案型ショッピングセンターを目指している。同店には2階建ての別棟が2棟あり、三菱 UFJ 銀行、ミスタードーナツがある。 かつては三菱 UFJ 銀行は窓口が開いている時間帯のみアピタに直接入れる構造になっていたが現在は異なっている2010年から同建物の更新工事に伴い仮店舗に移転していたが2011年6月6日から元の場所で営業を再開したなお2014年のアピタ閉店後も別当の 各店舗は引き続き営業を行っていたが、宝くじ売り場は閉鎖され、店舗内に移転した。は、建て替え前のアピタ金沢文庫店から出店している、テナント。かつてのユニー金沢文庫店、トヨタ自動車販売とユニーの共同出資デベロッパー、透明クラウン開発が、会社設立後初めて開発を担当し、ユニー金沢文庫店を各店舗とした。 バザール金沢文庫としてオープン。関東地方のユニーでは初の大型店となった。地上4階建ての建物で総工費は18億円。ハスデンの農地跡に1971年10月着工。建設当初の開業目標は1972年5月であった。ボーリング場の A ボールを誘致し、3階と4階にわたり、計8 0レーンを設けたが、 1975年に閉鎖。しばらくした後1977年11月に通常の売り場に改装している。そのため、同会のフロアはボーリング場の名残が少々残っていた。建て替え前の別棟では自動車のショールームを設けていた。金沢区内で大手スーパーが出店した最初の事例。さらに当時、スーパーがテナントとして、 商店会を併設するのは業界で前例がなく当店が初の併設店となった。また、1985年前後はユニート塚店に次いで全社で第3位の売上高があった。2009年からはアピタ金沢文庫店と解消し、アピタを各におよそ22の専門店で構成。駐車場は隣接されていないが、離れた場所に立体駐車場を設けている。 かつては一箇所のみならず多数の駐車場を所有していた。建物の経歴年数の面でアピタとして入居する店舗ではユニーで最も古かった。建物の老朽化による建て替え工事のため2013年5月に入居している各テナントに閉店を通達した。しかしユニー側の対応にテナント側が閉鎖は突然かつ一方的であると反発し一部のテナントは アピタの閉店日である2014年5月18日以降も営業を続けていたが同年10月末までに退去2014年12月から2015年8月にかけて熊谷組の主導で建物の解体作業が行われた駅前唯一の商業施設であったことから閉店に際し買い物難民になりかねないとして地域住民により横浜市に 仮店舗設置の陳情書が提出されていたが、立地する敷地が強硝で建築に必要な敷地の確保が難しいこと等を理由に、ユニーは否定し、できるだけ速やかに店舗を建て替え、営業を再開することが最善だと回答している。休業後、ユニーグループホールディングスの2014年2月期の決算書では2016年2月期の再開店を目指すとしていた。化粧室は、 2階のみ存在しない。その代わり、2階と1階を結ぶ階段の間に、化粧室を設けている。1階の半地下部分にある化粧室は女性用のみとなっている。車椅子対用の化粧室は4階に設置。ありがとうございます。